はい、こんにちは。物欲長い人モンモンだよです。今回は先日手に入れましたこの iPhone SE のカメラの画質を確認してみたいと思います。特にビデオの 4K60p 動画を撮影してどのぐらい綺麗かというのを Xperia XZ1 と比較してみたいと思います。結論から言いますと、 iPhone の写真とそして 4K 動画めちゃくちゃ綺麗だなというふうに感じました。 iPhone の写真や動画はこんなにも進化しているんだなということを実感させられました。 4K 動画めちゃくちゃ綺麗ですね。本当に素晴らしい性能かなというふうに思います。最新モデルではさらに綺麗なのかもしれませんけれども、この iPhone SE の 4K 映像でも十分綺麗だなと感じました。 iPhone だけで動画制作、そして YouTube の撮影、これだけでも全然こなせるんだなというふうに思っております。では実際の 4K 映像を比較しましたのでご覧ください。
いかがでしたでしょうか。さすがに古いエクスペリアですので比較するのは酷かもしれませんけれども、圧倒的に iPhone の映像の方がユーザーがより綺麗だと思わせる映像色合いになっているんじゃないかなというふうに思います。本当に最近のスマホのカメラ映像綺麗ですので、ミラーレスやデジタル一眼フルサイズのカメラというのが今後このようなスマホによって売り上げ減少してくるのかなというふうに思います。ただしセンサーサイズだったりボケ感というのはまだまだ一眼レフカメラ、一眼レフミラーレスカメラに分があるかなと思っていますので、このあたり趣味は使い分けだなというふうに思います。本当に綺麗で驚きました。皆さんの中で iPhone SE のカメラ映像、カメラの機能、画質気になっている方、参考にしていただければ幸いです。ということで今回も見てくださりどうもありがとうございます。